お疲れ様です。まあ、濃いファンを作るとね、いいですね。まあ、昨今の私の動画の再生数、ご覧いただいていると思いますけども、まあ、年末にかけてセールスしようかと思うんですっていうお話を今朝したら、さっき電話がかかってきて売れました。ありがとうございます。ね、やっぱ濃いといいですね。少なくても大丈夫っていうよりも、少ないから大丈夫になってくるでしょうね。まあ、ある一定のアクセスは必要なんですけども、じゃあね、1000再生、1万再生いるかって言ったら、まあ、これはあった方がいいんだけども、でも、まあ、いらないということになるかなと。まあ、逆にその数字が見えるからこそ、あ、10人に対してやっていくんだなと。一人一人のね、なんかこう、顔が見えるような気がしますよね。1000人とか1万人になると、後ろの方の人はなんかラーメンでも食ってるのかもしれないですし、まあ、なんですかね、貧血で倒れてるかもしれない、なんか町内会の朝礼みたいな小学校ですか。あんな感じですけども。人数が少ないがゆえに丁寧にお伝えできるかなっていうのと、その勘違いした購入者っていうのは来づらいですよね。うん、だから要するに最小購買数的な話をしてるわけじゃないんですよ。だから本当にこう一部のターゲットを絞った人に対してメッセージを送ってるんで、大体こうね、連絡してくださる方が大体同年代かそれ以上の人っていうふうに絞られてくるかなっていうところありますね。まあ8割ぐらいがあるじゃないですか、ロスジェネ世代が私のところに来てるんじゃないかなと思いますけども、まあでもロスジェネ世代とは言ってもね、ロスジェネじゃない人も半分いますからね。うん、まあそこそこいい感じのなんか家庭を作ってみたいなね。でプラスアルファの副収入を狙ってくるっていう感じですか。うん、まあでも本当にこう本当やばいロスジェネみたいな感じの人には、うん、なんかねもっともっと提供して、その人が稼げるようになったら改めてなんかね。別のコンテンツご購入いただくとか、速稼塾の残金をドンとね言ってくれるとかっていうのはあると思いますんで、どちらかというとね、うん、まあ本当に信頼していただくことが全てかなと思いますよね。じゃなきゃね、多分1年通じてね、多分2022年ってあるじゃないですか、数十万円単位の買い物ってそんなにねバンバンしないと思うんですよ、人は。で電気代が 30%、40% 値上がりしましたって言ったら、まあ、1万円が1万3000円になるわけじゃないですか。ああ、値段上がったなーって固めつぶってこうなるわけですよ。3000円に対して、3000円とか5000円に対して。でも片方では、これは払ってもいいなと思ったものには、30万、50万、ボンボンと払うわけですよ。で逆に言うと、そのぐらいの魅力ある商品を作る人が、ものすごく減ってきたのが、まあ、今のその GDP を作ってるのかなっていうところじゃないですか。安くないと売れないとかね、そういうんじゃなくって、高いからこそ、うん、より高い価値を提供していくみたいなね。で商品単価が1万円って決まってたら、やっぱりこう2万円払いたくなるようなね、1万円のクオリティを作っていくみたいなところがいるのかなと。まあさすがですね。ではね、ほんとアメックスのブラックカードですか、コンサルで1700万ですか。まあ、そういうことがあるんですよね。そういう人が知らなかったけども結構いるってことはなんかよく分かりましたよ。うん、まあ今日もそば会続けましょうかね。じゃあいってらっしゃい。